クシーを使ってドヒョンデソウルに向かっております。ドヒョンデソウルは百貨店みたいなところらしいんですけど、2021年2月にオープンしたばっかりらしいですね。ヒョンデペッカジョム16番目の支店らしいです。売り場めっちゃでっかくて、地下2階から6階まで8フロアもあるって、でかすぎ。空間の半分が休憩場所になってるらしいです。めちゃめちゃ贅沢なデパートということで楽しみです。行ってきます。到着。中入りまーす。バイバーイ。ロボットおる。ちょっとこの辺見てか、ここ何階、地下1階見せた、地下2階来たんですけど、割とそのカジュアルめな服というか、あんまりこうカチッとしてない感じのあのお店が並んでますね。アーケットみたいな、アーケットっていうのかな、お店に来ました。可愛くないですか、フラワーベース。いいね。フラワーベース欲しいですよ。あ、これなんかこういうのいいね。机の上とかに置くやつだよね。いいね。ナイスウェザーに着きました。入ります。こう、なんだこれ、マスキングテープ、かわいい。これかわいいっすよね。ここどうやって開けんだろう。ああ、はいはい。いいわこれ。じゃあ欲しいな。どっち派だろう、こっちかこっち。このなんか可愛くて好きだけどな。こっちさ、落ちちゃわない、これ。これさ、上から見た時にめちゃはみ出てんだよ、ここが。ここに全部落ちていくよね。ああ、こうなっちゃうんだ。こうすればいいか。はいはい。いいな。でもこれもこっから煙が出るんですよね。かわいいかも。迷うな。地下2階結構欲しいもんたくさんありました。全部買ってないですけど、またちょっと考えます。足のいっぱい。お昼ご飯ユッケビビンバにしました。美味しそうです。それではいただきます。楽しみだ。本当はIUC モールもやっていこうかなと思ったんですけど、ドヒョンデがめちゃめちゃでかかったのでちょっとやめました。
で辞めて近く、本殿に向かうことにしました。行ってきます。ソースダン着けました。なんか最近来てる街らしいんで、ここでカフェ寄って今日終わりにしようかなと思います。適当に探します。土曜日のやっぱまあ15時くらいってことで、結構どこも満席が多いっす。お疲れ様でーす。満席多いっすね。今回初めてだからすごいなんか探り探りだけど、また次回来れた時はなんかもうちょっとスムーズに行けそう。ちょまた見つかったら連絡します。はい、ソンスドンが本当に人カフェが人いっぱいで、どこも座ってねゆっくりできなかったんで、前回韓国来た時に連れてきてもらったランチに連れてきてもらったカフェみたいなゴーセンっていうブランチする場所なのかなに来ました。ここで食べたいものがあったので、ここでそれを食べて今日の Vlog 終わりにしようかなと思います。でも充電がもう全然なくて、10%もなくて、途中で切れたら本当にすいません。途中で切れたらそこで終わりということでご了承ください。インジョミマンティファネックス、これです。インジョミマウンテン。ちなみにこれ22,000ウォンくらいするのでちょっとお高めですけど、めっちゃ美味しそうでしょ。これきな粉にお餅がね、このお皿の下にねぎっしり貼り付けてあって、その上にきな粉がブワッてかぶせてあって、このバニラアイス、めちゃくちゃ美味しいです。これが食べたいと思います。やばったな、これ本当に美味しい。アイスでかくない？俺の拳くらいある。俺は一人で食えちゃうけど、全然甘党じゃない人とか2人で半分こしても多分ちょうどいいと思う。ということでここにたどり着きました。まあ一番の失態は本でと本でのお互いの意思の疎通の失敗、あれが一番今回の旅の一番の失態でした。やすよ、ホンデイクカジチョムカジシホンデイクよ、レレレ、あホンデイク、ね、マジャオマジャオ、ホンデイクよ、マチオ、ねえねえ、アルゲスミダー、ワクンチョファミヨン、マズブリケヨ、ねえ、チャプトリースミダー、ねえ、紛らわしすぎない？ホンデ、ホンデ、ホンデ。おー、だっておじちゃん絶対ホンデって言ってたもんな。俺ホンデって言ったかな。ホンデね、行ったことないんですよ。絶対行ってみたかったな。まあでも大きなミスといったらそれくらいで、個人的にはヒョンデも行けたし、ドヒョンデ
めちゃめちゃ良かったかなと思いますね。あの雑貨買いました。じゃじゃん。とお香味、これだけで雑貨でも変えて、何かしら変えてよかった、うん、全然一人で行きちゃう、うん、ということで僕の何気ない一日のひとときでした。じゃあまた次の Vlog で会いましょう。バイバーイ。Vlog イエーイ今日は西松でやっていきます。はい、ちょっとじゃあこの怪しい人と一緒に怪しすぎる、おじさんが連れてってあげるからね怖すぎる。え、うわおじさん今日はどこに行くんですか。ハムスキル。タクシーを捕まえてるんですよ。お、タクシーあれ行けそうじゃないですか。いや、わかんない、あれ行けるって。ね、赤って行けんのかな。お、行ける。お、行けた。しかもカカオタクシーや。待って、カロスキル鹿児島よ。カロスキル鹿児島よ。え、あ、カロスキル。カロスキルで、カロさん来た。行けました。着きました。はい。おい、逃げんなよ。なんか鮮やかですね。ね、街並みはいいですね。何すっか。最初。最初。ここら辺あれじゃない。確かあのサングラス屋さんあるよ。サングラス屋さんあるんですか。あのジェントルモンスターっていう。うわ。よく知ってますねお兄さん。はい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 。サングラスといえばうちらですからね。そうですね。じゃあ記念にサングラス買おうや。買うよ買おうか。じゃあちょっと俺誰だっけ、気になってるサングラスの形あるんだよ。どんなの。キツネっぽいやつ。ああ結構尖ってる系。そうそうそう、尖ってるやつ。なんかコーヒー片手にプラプラしたい。あ、いいね。コーヒー飲めないけど、こういうのもなんかいいね。こういうところで買うアクセサリーとかが意外と良かったりする。良かったりしてるんですね。うわ、めっちゃコーヒーの匂いした今。お、なんかいいじゃん、雰囲気いいね。ここ入る。コーヒー飲みたいって言ってたし。何する。僕はこれなんて、コーンドミルクティー、ミルクティー。ブラックセサミ気になるけどな。今日ちょっと朝だから。じゃあ、兄ちゃん頼んでください。雰囲気がとてもいいよ。雰囲気いいね、めっちゃ。One has one beauty one American の。あ、はい、完璧です。はい、コーヒー。めっちゃ美味しいこれ。めっちゃこのミルクティー美味しい。強かったよ。美味しいです。うまい。熱い熱い猫舌なんでさ。本気本気モードいいね、いいよやっぱ、ただもんじゃない日本人が来たって。いや、日本人じゃわからんってこれ。これもいい匂いな。あれですね。お、いいね。こういう工芸系のお店いっぱい知ってるね。そう、あ、あった。あ、これ有名なジェントルモンスターさん。いろんなサングラスあるから。じゃあ一緒に入りましょうか。一緒に。それでは行きましょう。
特に何も買いませんでしたね。やっぱ優柔不断が今出ちゃってる。優柔不断が出ちゃってます。なんか前カルスキル来た時にさ、めっちゃいい、あ、A ランドや、なんかセレクトショップ屋さんあったの、俺のお気に入りのさパンツあるじゃん、白の、はい、覚えてる？ああ、いや、あのガラガラのね。そう、ガラの白のパンツ、あれあそこで買ったんだけどさ、どこなのかわかんない。いや、怖い。その情報だけだったら俺もどこなのか。地下入っていった時がすんだよな、この通り。わかんない、それも。いや、多分ここの近くやと思う。地下入るところ、あそこじゃない、あの角っこにあるお店行ってみましょうか。あ、ここ、あ、潰れてるわ。え、潰れてる、嘘だ。あ、待って、多分ここかもしれん。え、でもここ地下ある、うん、潰れてんだけど、嘘だろ、俺の思い出のお店が。俺も結構正面にさ、MLB やったの覚えてるもん。あ、もう絶対動かない。うわ、ここやろ、嘘やろ。うわ、俺の思い出のお店が潰れてました。俺もね、なんだかんだ言ってたんだよ。マジか。あ、待って、MLB 行こうよ。来たよ。行きましょうか。うわぁ、まだかな。ありがとう。はい、めちゃくちゃ広がる、めっちゃ広がる。あ、買った？はい、いいね。帽子2つ買いました。かわいい、かわいい、似合ってますよ、ね、似合ってました。かわいい感じとかっこいい感じ。はい、めっちゃいい買い物になりました。ちょっと俺もなんか買いたくなっちゃったよ。あ、待って、ここのスタバ前行ったわ。いや、俺も行ったよ。前行ったその時も結局何も買わないで、うん、あ、もうじゃあスタバだけ買って帰るかリストと2人でスタバだけ。何してんねん。おい、はい、アピオン来ました。来ましたね。すごいね、ハイブランド街みたいな感じのところですけど、今回このひよとくん一押しのお店行きましょう。俺も来たことない。来たことない。行きましょう。おしゃれな雰囲気ですね、しかも。あ、手袋買いたいんです。で、なんこれ、これマフラーじゃない？そこで太いね、これ細いね、これ。すごい、これもなんか手作りっぽいね。うん、スパートか、わはははは、かわいい。お、ひよとくんぽ、マジいいじゃん。あの、スウェット欲しいな、こういう、もう上下スウェット。いいね、上下。めっちゃ可愛くね。スポーティー&リッチ。2回回してからやってみるよ。こういうの、こういうの、これ。うわ、こういうの持ってなかった。持ってる、ちゃんと。いいよ、似合ってる、似合ってる。え、いいよ、もういいね。いい感じですけど、ちょっと寒いです。確かに。ちょっとすいません。ありがとうございました。ひろとお兄さん買いましたね。あ、買っちゃいました。素晴らしい。カバンとお香を買いました。あ、お香立て、お香立てとお香、お香立てとお香とカバン。いいね。お香立てってありそうでないから。え、持ってるよ、お香立て。ありがとうございます。
それはもちろん。さすがに待ってるか。待ってないと使えない。こうやって家でこうやっておこう。いや、いいね。普通の、なんかお皿、小皿みたいにしてるんだけど、うん、ちゃんとしたお香立てみたいな、うん、インテリアとして。よかったです。そうそう、よかった。しかも、意外と安かったです。ね。じゃあ今から一旦、ご飯ご飯、行きましょう。サムギョプサル食べに行きます、今から。ギョプサルンゴやばいよ。ギョプサルンゴ、ギョプサルンゴ、ちょっともごもごしてる、もごしていきます。よし、行ってきます。バイバーイ。はい、よし、サムギョプサル来ました。なんか本命感あるよね。ね、めっちゃ嬉しいよ。ペコッパ、どのペコッパ、いけるな。ありがとう。あ、かまさんみな。食べましょうか。よっしゃ、いただきます。いただきます。めっちゃうまそうじゃん。やば。周りの うまいです。最高。うまー。うまシストよ。うまシスト。今から帰ります。楽しかったです。よかったよかった。いやー、サムギョプサル食べていっぱい食べましたね。いっぱい食べましたね。マジお買い物もいっぱいして楽しかったね。楽しかった。もうザ休日を満喫しました。いや、マジで満喫した。